家トレからジムトレに切り替えたいと思ってるんですが、良いジムの特徴とかありますでしょうか？そうだね。いきなりこう、アメリカだとはよくあるのが、例えばうちのジムだと、1週間パスとかね、あと10回券とかっていうのがあるので、それで行ってみて決めるというのもありかな。ただまあ、マンスとマンスといってね、月々で払って別に、1年契約とかないジムだったら、まあ月、ちょっとダメだなと思ったらキャンセルでもいいんだけれども、そういうのができない。まずは、回数券みたいなので行ってみるというのもいいんじゃないだろうか。やっぱこれ合う合わないは個人の感覚というかね、好き嫌いもあると思うので、まあ、もちろん器具もそうなんだけど、やっぱジムの雰囲気ってあるよね。で、うちのジム、会員同士が結構仲がいいというか、みんな挨拶するし、まあ、プロも、ね、おじいちゃんおばあちゃんも、まあ、若い子も未成年というかね、20歳になってない人もいるけれども、みんな、まあ、挨拶して、それぞれが黙々とやってるといったところが特徴かな。